皆さんこんにちは。花の三人娘でおなじみの有賀さつきさん。有賀さつきの父が明かした本当の死因、一人残された娘の現在について紹介します。まずは有賀さつきさんの経歴とプロフィールから紹介します。有賀さつきはタレント、大学講師、女優、元フジテレビアナウンサー。身長は170センチメートル。両親は東海地方出身で、母親の里帰り出産で愛知県名古屋市で生まれ東京で育った。小学校から高校まで東京都内の公立学校で学んだが、電電公社に勤務していた。父親の転勤で1973年までニューヨークに住んでいた帰国子女であり、英語は得意。小中学生時代は塾通いの毎日であったという。ピアノが得意で4歳から17歳まで習っていた。1984年、1985年には文化放送ミス DJ リクエストパレードにてラジオのパーソナリティを務めた。同期入社の女性アナウンサー2人と共に花の三人娘と呼ばれ、女子アナブームの全盛期を飾った。2018年1月30日、東京都港区の山王病院で死去。52歳没。有賀の死去は2月5日のスポーツ日本による記事で初めて伝えられ、同月4日未明に放送された日本テレビの通販番組日テレポシュレでは、前年に事前収録された映像が流されていた。同期の八木をはじめ、古巣のフジテレビ関係者、あるいは有賀とつながりがあった人たちの多くは、有賀が闘病していたことを全く知らなかったという。取材に応じたジップによれば、1月半ばより入院加療していたとのことで、1月30日8時過ぎに病院からの連絡で娘の死を伝えられたことを明かしている。正式な死因は有賀本人の意思により、当初は公表していなかったが、死去から1年を経た2019年1月に卵巣がんであったことが公表されている。一人娘は有賀の死後、元の和田に引き取られた。その後和田は2021年に死去している。元フジテレビアナウンサーでタレントの有賀さつきさんが1月30日午前8時ごろ、都内の病院で亡くなっていたことが5日分かった。52歳だった。死因は不明だが、がんの治療をしていたという。父親の陽さんによると、有賀さんは亡くなる約1週間前から入院し、容体が急変したため、誰にもみ取られず旅立った。翌31日に通夜、今月1日に葬儀を親族だけで営んだ。有賀さんは徹底して闘病を隠していたため、突然の訃報に関係者にも衝撃が走った。華やかで明るいキャラクターで女子アナブームを巻き起こしたさつきさんが、52歳という若さで静かにこの世を去った。この日、父親の陽さんは憔悴しきった表情で横浜市内の実家で取材に応じた。有賀さんは1月中旬頃から体調を崩し、同下旬に都内の病院に入院した。最後の対面は亡くなる3日ほど前。有賀さんの中学生の長女と見舞いに訪れ、会話も普通にできたといい、痩せ衰えていたけど退院できるのではと思った。点滴を受けながら漢字検定1級を取得するための勉強もするほどだったが、その後容体が急変。病院からの連絡で娘の死を知らされた。身元引き受け人にもかかわらず死因を知らされていなかったという陽さんは、この日夜病院を訪問。医師に説明を求めたが、死因は本人の意思で教えてもらえなかった。長女も知らされていないという。関係者によると、有賀さんはがんの治療を続けており、昨年夏頃からはカツラをつけてテレビ出演。同9月13日に収録されたテレビ朝日系クイズ番組『Q様』が最後のテレビ収録となったとみられる。170センチの長身に美貌を誇ったさつきさんは1988年にフジテレビに入社。
同期の河野恵子さん、八木亜希子アナと共に花の三人娘と呼ばれ、アイドルアナの先駆けとなった。天然な言動などでも人気を博し、急中仙道を宮中さんどうですねと読み間違えたというエピソードも話題に。92年には同局を電撃退社し、フリーアナの草分け的な存在となった。私生活では所属事務所社長との不倫騒動を経て、2002年にフジテレビ時代の上司で当時解説委員を務めていた和田圭司と結婚。同年11月に長女が誕生したが、06年に夫婦だったけど上司だったとの理由で離婚した。長女の親権は有賀さんが持ち、入院するまで2人で都内で暮らしていた。最後まで長女の将来を心配していたという。2年前に妻に先立たれ、最愛の娘も失った楊さんは、有賀さんの幼少期に3年間暮らしたニューヨークでの生活を一番の思い出に挙げ、彼女の後半の人生に多大な影響を与えたと涙を見せた。常に前向きで独立独歩の彼女らしい人生だった。本人に代わって厚く御礼申し上げますと頭を下げた。元フジテレビアナウンサーの有賀さつきさんは2018年1月末に他界。死因は卵巣がんですが、有賀さつきさんは病名を家族にも伏せていたそうだ。なお当時は乳がんだったという報道があったのですが、父親の楊さんは否定。本人の希望により詳しい死因などは発表しないことになっていたということだ。そんな有賀さつきさんだったのですが、亡くなる2年くらい前から痩せすぎているとネットで心配する声が噴出。その頃からがんの噂が飛び交っていたものの、本人は周囲に病状をひたすら隠し、いつも気丈に振る舞っていたという。また報道によると、有賀さつきさんは2017年末までに仕事や私生活のことをすべて整理し、仕事のオファーなどは父親の介護などを理由に断っていたそうだ。そこで今回は、病気を患いながらも娘の育児に奮闘していたという有賀さつきさんにスポットを当ててみた。有賀さつきさんの元はフジテレビ解説委員を務めた和田圭司だ。和田圭司との馴れ初めは、一緒に政治の本を出すのがきっかけで、2001年に交際に発展。そして翌年の2002年に結婚し、同年11月に長女が誕生している。しかし夫婦は結婚して4年後の2006年に離婚。離婚後、有賀さつきさんは元和田圭司と結婚した経緯についてこう語ったのだ。一時は別れを決意したが、その2日後に妊娠が発覚。結局子供のために何がいいのか考えた末、苦労する覚悟の上で結婚しようと思った。それからの有賀さつきさんは娘の親権を持ち、シングルマザーとして娘さんを育てていた。ちなみに生前の有賀さつきさんは娘と一緒におしゃれイズムに出演。その際には絵の才能を発揮する場面が見られるなど、非凡な才能を見せつけていたのだ。そんな娘さんも現在は19歳になっている。ちょうど昨年の春に高校を卒業していると思われるのですが、まだ18歳だったこともあり、世間からは心配する声が浮上。今度は誰が引き取るのか。というのも、有賀さつきさんの子供は2018年に元の和田圭司が引き取って同居していたようですが、今度は父親である和田圭司が死去。和田圭司が亡くなったとなれば、唯一の肉親である有賀さつきさんの父親が引き取るのではと言われていたのだ。あと分かっているのは、有賀さつきさんの母親は2016年に他界。なので父親が現在も健在なら、娘さんは有賀さつきさんの父親が引き取ったのかもしれません。それにしても、自身が病気を患うまでの15年間娘さんの子育てと親の介護に追われる日々を過ごしてきた有賀さつきさん、相当無理がたたっていたと思われる。父親楊さんの仕事の都合で5歳から8歳まで
ニューヨークで過ごしたという有賀さつきさんは、若い頃に自身の行動、発言で世間から批判を受けたことがあった。その一つが、1995年の不倫騒動だ。当時、29歳だった有賀さつきさんは、芸能事務所アップフロントグループの社長、山崎直樹氏との交際を週刊誌に告白。世間はこの突然の告白に驚愕したわけですが、それもそのわず、当時の山崎社長は既婚者。妻と3人の子供がいたため、有賀さつきさんの発言は、不倫を公表する、という前代未聞の暴露になったのだ。ちなみに、小泉京子と豊原康介が不倫を公表して、世間を騒がせましたが、ある意味有賀さつきさんが先駆者だったのかもしれません。そして、週刊誌に不倫を告白した後、有賀さつきさんは会見を開く。その際、山崎社長の家族に対し、てっきり謝罪するものと思われたのですが、逆に、山崎氏と結婚したい、とコメント。これには当然、世間から叩かれ批判を受けることとなり、レギュラー番組も全部降板。干された状態になったのだ。なお、この不倫騒動の結末はというと、結局二人は破局。山崎社長は元さやに戻ることになった一方で、しばらくテレビに出られなくなった有賀さつきさんはというと、休業中の合間を縫っていろいろと勉強していたということだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。